題は、質問にもありました課題の和三とパラビの構成をご紹介しますね。先日やったものの構成はこの、2回行って花巻ね、そして桜桜のところがあってからもう次の、ここはまだ初めての方は習ってませんけども、この3つの場所、その後に後半はどうなるかというと、同じようにここですね、同じようにこれが花を巻いてくるっていうのが3回あって、みんなで一緒に喜びのチャーリーが2回入ります。で最後は一番最初とやったように花巻き2回くるっと喜びチャーリーを4回行って終わるという、初心者にも分かりやすいように、古典の和三とパラビをちょっとビギナーズ用に、構成振り付けし直したものになっております。本来では、もっともっと細かいところに踊りが入っているので、これは、またいつかそれがねできたらいいと思いますよ。で今日のところこの前半がの半分終わってますので、ここのアビナヤ1と2の1つのところを、ご紹介していきたいと思います。桜桜の後に、2つアビナヤがあります。1つ目のアビナヤは、ですね、自然の描写、川が出てきます。川に蓮の花が咲いて、それがキラキラと美しい、それを見て私は楽しくなりましたというアビナヤです。アビナヤというのは顔の表情、体から出る表現です。パントマイムです。そして手のこういう印象を結ぶことをムドラと言います。でテキストに書いてあるアサムジュクタハスタ、ハスタ、サムユッタハスタ、サムジュクタハスタ、アサンジュクタハスタと書いてあるのは手ということ。ハスタって言われたら手のことです。パダって言われたら足のことになってます。いいですね。でムドラをしてくださいって言ったら、こう手を印象を結ぶことだと思ってください。では、アビナヤの1番いきます。ストーリーは川に蓮の花が咲いていて、それがキラキラと美しいを見て私は嬉しいになります。いいですよ。手使うのはパタカ、アルダスーチ、スーチの半分、アルダスーチ、そうですね、ムクラのパドマコーサ、アラパドマ、反射者を使ってキラキラと見るは、ノーマルな、なんともない手でいいです。ただ少し私、パタカで私、嬉しい、閉じて開く、この手になります。ではご一緒に3回いってみましょうか。川、肘を上げて川、蓮の花、キラキラ、それを見て私は嬉しい。アドバンスクラスの人たちは目線と顔の向き、トルソの動きを入れてください。川、川、蓮の花、ムクムク、キラキラ、まあびっくり踊る、見た、前向いて見てください。私、心がとても嬉しくなりました。では最後にもう一回、の花、キラキラ、見る私、嬉しい。